外国人にちょっといいですか？って英語で声をかける10選。こんにちは。英語コミュ力テレビの河野ゆうこです。まもなく夏休みですね。外国人観光客と行楽地で会ったりしますが、ちょっといいですか？と外国人に英語で声をかけたい時の10選をお届けします。出てくる英会話のレベルは、中学校で習う単語と構文ですので、夏休みを控えた中学生の方から社会人の方まで使える英会話集です。最後までご覧いただいて、ちょっと練習するだけで観光地やイベントで声かける場面で気後れせず堂々と、そしてにっこりコミュニケーションが取れます。例えば、自由席のイベントで外国人の隣に座ってチャンスがあれば英語で話しかけたいなっていう時、いきなりドスンと座ったら感じ悪いですよね。それは日本語でも英語でも同じです。そんな場面で気持ちよくやり取りができる、ちょっとした気配りが伝わる簡単な英語を取り上げます。外国人に英語で声をかける。一つ目、ここ並んでますか？今、外国人にもたこ焼きが来ているそうですね。夏祭りのようなイベント会場で屋台ができていて、たこ焼きを買うための人が並んでいるとします。そんな時、外国人が並んでいたら、ここが列の最後かな？この人も列に並んでいるのかな？を英語で聞くとしたら、もちろん一言、Excuse me と声をかけてから、この列はたこ焼きを買うための列ですか？ Is this the line for takoyaki? Is this the line for takoyaki? の次に、あなたが列の最後ですか？ Are you the end of the line? Are you the end of the line? 答えてもらったらもちろん、Thank you とお礼を言いましょう。外国人に声をかける英語、二つ目。この席空いてますか？自由席のイベントで、あそこに座ろうかなと思ったら、隣に外国人が座ってる。もしかしたら誰かお連れさんが来るかもしれない。ということで、黙ってドスンと座るよりは、聞いてからの方がいいですよね。なので、この席空いてますか？は、Is this seat taken? Is this seat taken? このシートは取られていますか？っていう聞き方です。福岡なら、とっとっとと言うそうです。答えが NO。誰も取ってませんよだったら、Thank you と座っていいけれど、丁寧に対応するなら、ちょっと念のために、外国人に英語で声をかける三つ目。私が座ってもいいですか？ Do you mind if I'm seated? Do you mind if I'm seated? 直訳すると、もし私が座ったら気にしますか？という意味です。Do you mind? 失礼になりませんか？っていう日本語にはない英語の発想です。相手の答えは、いいですよ、なら、No です。気にしますか？という質問なので、気にしませんという意味で、No, I don't の省略ですね。No って言われると、え？ってびっくりしますけれども、No なら OK っていうことです。外国人に英語で声をかける。4つ目、お先にどうぞ。お店やエレベーターの入り口出口で鉢合わせになることってありますよね。無音だとちょっとまずい雰囲気になります。そんな時、お先にどうぞっていう2種類の英語。Go ahead. Go ahead. そして、ちょっと古風なら、After you. After you. あなたの後で結構ですという意味で優しい感じがします。日本だと男性が女性よりも電車やエレベーターを乗り降りすることがありますけれど、英語圏だと街や公共の場所では絶対レディーファーストです。これは男女平等の今の世の中でもマナーとして実際に残ってますので、意識してレディーファーストにしてみてください。そうしないと野蛮人って思われます。外国人に英語で声をかける。5つ目、お聞きしてもいいですか？これは自分が外国に行って道を聞きたいとき、もちろんスマホの地図を見せながら、Excuse me って声をかければ、道を聞きたいのは相手に伝わりますけれど、ちょっとお聞きしていいですかって丁寧に声をかけるなら、礼儀正しい方がいいです。そんなとき、ちょっとお聞きしていいですかは、Can I ask you something? Can I ask you something?
どうして something なのかというと、お聞きしたい内容を初めから道だけに狭めてしまわないで、もしかしたら他にも聞きたいことが出てくるかもしれないです。道をお聞きしてもいいですか？よりも聞いた後で、それは遠いですか？とか、何分ぐらいかかりますか？っていくつも堂々と聞けます。外国人に英語で声をかける6つ目。今出てきた。それは遠いですか？どれぐらい時間がかかりますか？お聞ければタクシーに乗るかどうか決められます。それは遠いですか？は、Is it far? Is it far? どれぐらい時間がかかりますか？は、How long does it take to get there? How long does it take to get there? 外国人に英語で声をかける7つ目。先ほどのイベント会場で、隣に座っている人に話しかけるとき、いろいろ聞きたいけれど最初から、どちらから来たんですか？って突っ込んだ質問をするよりは、当たり障りのない世間話からいきます。例えば、女の子同士なら、ネイルを褒めるとか、かわいいネイルですね。Pretty nails. Pretty nails. もありです。英語圏の人って仕事の場でも相手の洋服やバッグやネイルをちょこっと褒めてほっこりしてから会議を始めることもあります。褒める文化なんですよね。そしていよいよどこから来たのかなって聞きたいとき、どちらからですか？ Where are you from? Where are you from? これは今回の旅をどこから出発したかという意味で、プライベートな出身地や国籍に立ち入りすぎない便利な質問の仕方です。逆に、あなたが外国でどちらからですかって聞かれたときは簡単に、I'm from Japan で OK です。例えば、神奈川県ですとか言っても通じない可能性がありますから、簡単で OK。外国人に英語で声をかける8つ目。コンサートやイベント会場でお隣になった外国人に、あなたは誰々の大ファンですか？例えば、藤井風さんなら、Are you a huge fan of Kaze? Are you a huge fan of Kaze? 推しに当たる大ファンは、A huge fan of 誰々です。もし、アーティストがグループだったら、誰のファンですか？は、Who are you a fan of?Who are you a fan of? ここまでで外国人に英語で声をかけるのが9つになりました。では最後にお別れの言葉。無言で別れるよりはちょっと声をかけたいとき。お話できてよかったです。ありがとう。It's nice talking to you. Thank you. It's nice talking to you. Thank you. Talking to you. 動名詞で言うのはもう過ぎた過去のことだからです。今日は以上です。開封率2年間驚異の50%超え、週2回配信の無料メルマガ、管理職の英語は概要欄のリンクからお申し込みいただけます。それではまたお会いしましょう。